大量の土砂が流れ込み通行止めとなっている北薩トンネルを塩田知事が視察しました。先月大規模な土砂の流れ込みが確認された出水市と薩摩町にまたがる北薩トンネル、薩摩柏のインターと高尾のインターの間およそ 14.5 キロが全面通行止めとなっています。今日は塩田知事が説明を受けながら現場を見て回りました。トンネルの壁は水圧など何らかの外からの力が加わり崩れた可能性が指摘されていますが、原因は分かっていません。大量の湧き水が流れ作業を進めるのも難しい状況です。住民の皆さんにもですね、大変ご迷惑をおかけしていると思っておりますので、できるだけ早期の復旧に向けて取り組んでいきたいと思います。北薩トンネルの復旧の見通しは立っていません。